みんなの歌、みんなの歌は、日本放送協会、NHK が、テレビとラジオの、各チャンネル、日本国外向けのチャンネルを含むにて放送している、日本の5分間の音楽番組。テレビ版、ラジオ版ともに1961年4月3日に、放送開始、大牧場は、緑が、最初の曲され、2011年4月には放送開始50周年を、迎え、 お母さんと一緒、今日の料理、今日のやすしなどと共に NHK を代表する長寿番組として広く親しまれている。これまで2400曲を超える歌が紹介、放送された。ちなみに番組テーマ曲は変わったが、タイトルロゴは内幸町時代のスタート当時から全く変わっていない。基本的に5分の放送枠で2分強の曲、オリジナル曲、または みんなの歌用に編集された既存の曲を2曲放送するが、1997年からは5分弱の曲を1曲だけ放送するパターンが加わった。2009年現在、新曲の放送枠は2系統あり、過去に放送した曲を再放送する枠も3系統ある。その他にテキストでは紹介されないテレビ単独の再放送枠が2系統ある。新曲。 再放送局ともに2ヶ月ごとに差し替えられていく。一種のヘビーローテーションである。放送枠は多数ある。詳しくは放送時間等を参照。5分間のミニ番組のため、緊急ニュースなどのプログラム変更で休止となったりすることもある。テレビ番組版は1971年4月1日に全放送局がカラー化され、 1981年4月の放送から NHK 総合テレビと NHKFM ラジオにてステレオ放送が開始された。テレビ版では番組最後に一時フェードアウトされることもあった。現在は AM ラジオ放送と NHK ワールドプレミアム、NHK ワールドラジオ日本を除くすべてのメディアにてステレオで話されている。この番組からは 山口さんちのつとむくん、サラマンドラ、切手のない贈り物、ビューティフルネーム、一円玉の旅ガラス、WA になって踊ろう入れ合いへ、お尻かじりといったヒット曲も生まれた。特に山口さんちのつとむくんや、切手のない贈り物などは100万枚を突破した。2011年7月12日、クローズアップ現代で、みんなの歌が見つめた50年と題しての特集が、 行われた。以前は、同様風の歌のほか十代の少年、少女の心理を歌ったものも多かった。1970年代には子供への認知度は高く、富士テレビの開け、ポンキッキと共に、テレビでの子供向けの歌の発信の総壁であった。また他のテレビの歌と違い、学校行事などでも、大々的に歌われた。初期は既存の童謡や、 外国の民謡を日本語に解釈させた作品が多かったが、1970年代後半頃からは、この、みんなの歌のために書き下ろされたオリジナル曲が中心となっている。ただし、1997年以降の5分1曲枠が設定されるまでは5分枠につき2曲放送に固定されていたため、1曲あたり130秒から160秒。 程度までという時間弱が課せられていた。このため、ニューミュージック系のアーティストが歌唱する楽曲を中心に1コーラスのみ、放送、2コーラス目以降をカットエンディングさせたり、みんなの歌用に時間を短縮させた、独自のオープニング、感想、エンディングに編曲し直すなどの措置が取られていることが多い。コーラスをカットした場合、日本放送出版協会、 NHK 出版観光テキストの歌詞、掲載ページには、該当部分をカッコで囲い、放送では時間の都合上、印の部分は省略いたします。との断り書きが記されている。番組向けに書き下ろされた楽曲の音楽出版、版権のほとんどは、日本放送出版協会が保有している。一方、ニューミュージック系アーティストのオリジナル曲で、CD 発売を前提に取り上げられる場は、 そのアーティスト、歌手、作家が普段属する音楽出版社が出資を行い、制作に関与するなどして、そこが有しているケースが多い。再放送にあたっては、音楽出版社に、版権料を支払う必要があるため、日本放送出版協会が権利を有しない楽曲については、再放送される割合が少ない。番組のテキスト、楽譜書の譜面下に、版元のクレジットが掲載されている。 1960年代、1970年代にかけては洋楽のポピュラーソング、ビートルズのオブラディオブラダやカーペンターズのシングなどや日本国外のミュージカルの曲に日本語の歌詞を付け作品が数多く存在した。これらは管理楽曲の一種である管理楽曲、外国曲に該当し、楽曲ごとに日本で版権を有する音楽出版社を通じて、 作曲家へ期間に応じた放送許諾料を支払う必要がある。このため、後日の学府集では、13時に許諾契約終了のため掲載が見送られたり、特集番組で取り上げられる程度に止まっている。1980年代では当時放送されていた NHK のテレビアニメの主題歌を、みんなの歌の曲として放送していた。 1970年代から1980年代では当時放送されていた少年ドラマシリーズの主題歌も紹介されていた。2008年8月に初回放送されたアンジェラ・アキによる手紙背景15の君へは同年度の NHK 全国学校音楽コンクール中学校部門の課題曲としてアンジェラ自身が提供した曲のセルフカードが未来の自分に宛てた手紙を読んで 多感だった時期を改装するという着眼点とともに、コンクールの課題曲を一般に広く注目させ、反響の大きさから CD、特に CM も関東地方を中心に、スポットで流しているがの発売を急増させる効果も生んでいる。同曲は、日本郵便の未来の自分に手紙を書こうキャンペーンの CM ソングにも使われた。手紙以降、NHK 全国学校音楽コンクール、 中学校部門の課題曲は、当該年度の8月から9月にかけて、この番組で紹介され続けている。例外として2017年度の課題曲、願い事の持ち腐れは4から5月に紹介された。東日本大震災からの復興を通して、命の尊さや、たくましさを歌った曲を紹介。アーティストと共に被災地の小学校に通っているの。 子供たちが一緒になって合唱しているのが大きな特徴である。下記のように過去の楽曲と同じタイトルの楽曲もいくつか存在し、公式では歌い手及び初回放送年などを表示して区別している。テレビ放送では楽曲のイメージに沿った実写映像もしくはアニメーションが放送され番組の大きな特徴となっている。1980年代までは実写映像と アニメーションや差し絵、スライドの割合が程度であったが、1990年代以降はアニメーションや差し絵の比率が増加している。実写映像では、1990年代、雪は、旅人、遥かなどまでは歌にちなんだフィルム撮影の風景映像が用いられる作品もあったが、1980年代以降は楽曲のイメージに即した。 プロモーションビオ風の短編作品に仕上げられているものが多い。また少数ではあるが歌い手自身が出演するケースもある。アニメーションでは楽曲向けに作られた映像が歌詞と連携して小刻みに場面が進む作品がほとんどだが、一曲五部の楽曲ではその時間弱に収まるショートストーリー風の作品もある。コンピュータグラフィックス CG を 効果的に用いた作品も数多く見かけられている。CG を使用した最初の作品はスキャニメートを用いた算数チャチャチャであるとされる。1994年度マイナス -1996 年度までのオープニング・クロージング映像には 3DCG が用いられた。2000年には全編 3DCG でキャラクターがパラパラを踊るアキストゼネコが放送されている。 1990年代以降は、アニメーションないし 3DCG と実写をクロマキー合成させた楽曲も放送された、お化けと一緒、水木しげるのアニメーションに歌手が実写合成 WA になって踊ろうど、キピディホプディパンプ、1998年12月では、日本では未だ1台しか導入されていなかった、モーションコントロールカメラで 3DCG キャラクターの 動きを実演させたものを収むし、出演者と黒巻合成を行っている。1996年以降は、BS デジタル放送2000年12月1日と、地上デジタル放送2003年12月1日の開始を見越して、NHKBSQ での創出向けに、ハイビジョン、ニューズ型での制作が、実写作品を中心に始まった、お母さんと一緒なども、 同時期より一部 HV 制作されている。みんなの歌の映像がハイビジョン、ニュース制作されるようになったのは、地上アナログや BS アナログでの本放送時は s d へ、ダウンコンバートされた。ハイビジョン制作された作品は、現在の再放送時もしくは NHK アーカイブスの公開ライブラリーにおいて16、9映像の視認でハイビジョン制作が確認できる。 一方で2005年頃までアニメーション系を中心とした一部作品は制作機材の都合上か従来通り標準画質525アイで制作されておりハイビジョン放送時はいわゆるピラーボックス処理により112アイへアップコンバートされ4、3の標準サイズで両端が黒帯またはオリジナルのサイドパネルが表示される ここでは、特に1970年代の作品について挙げる。それ以降、今日に至るまで多く実写も用いられている。日本各地の風物を歌った歌や十代の心理、友情、希望などを歌った歌に多く用いられた。前者は、宗谷岬、僕たち大阪の子供屋でなど、後者は、それいけ組、ありがとうさようなら、天使の羽のマーチ、最後のシュートなどが代表的である。 特に前者については単なる名所紹介にとどまらず、当該地域の生活文化、子供たちや大人の生活の紹介にもなる映像が多かった。大人でも当該地域の出身者などに、郷里を懐かしむために好まれた。2007年2.3月の歌として流れた、ガクトの野に咲く花のようにでは、長崎県の長崎県立長崎、北洋大高等学校提供の写真が使いれ、 後日、同校の卒業式に、学徒本人が訪れこの曲を歌い NHK のドキュメンタリー番組などに取り上げられるといった、この番組から生まれたエピソードもある。番組が紹介した約1300曲、2012年、現在のうち、1961年から1982年に放送された約500曲ほどは NHK に、映像、音声のマスターテープ、 ビデオテープ、フィルム、オーディオテープが現存してない。音声のみ現存し映像が欠落しているパターンを含む。当時は放送局用、ビデオテープ、2インチ VTR が高価で貴重であった。上、著作権法の縛りで番組の資料保存が自由に行えなかった子。加えて放送時間がおおむね5分と短かったことから、放送終了後に他の番組で上書き使用され、 アーカイブされなかったためである。当番組が楽曲を現存されるようになったのは1983年以降である。なお、番組の保存状況については、ホームページ、または NHK アーカイブスのサイト上で検索可能である。NHK では2000年から NHK アーカイブスの放送をきっかけに、ドラマドキュメンタリー番組を中心としたマスターテープの発掘。 放送を進めてきたが、当番組においても、2009年頃から番組公式サイトにおいて、みんなの歌発掘プロジェクト失われた500曲を探せ。として、視聴者から情報や素材の提供を募集を開始し、状態の良いものはデジタルリマスター処理を行い永久保存化を進めている。2012年3月までに音声が、約200曲、映像が、 約90曲発掘され、そのうち63曲が、みんなの歌発掘スペシャルとして、同年同月に放送された。2014年7月20日に放送された、みんなの歌の世界、口日においても、引き続き500曲に関して視聴者からの、情報提供を求める告知がされた。2016年1月の時点で音声が、約220曲、映像が、 約100曲発見されているが、プロジェクトは2018年現在も継続している。他の音楽番組とは違い、歌手本人が映像出演した一部例外を除き歌手には一切、スポットを当てず、ただ歌のみを放送するというスタイルを貫いている。メジャーデビューを果たしたものや、大御所と言われる、ベテランの歌手はもちろん、一般にはあまり知られていないものの歌唱力のある歌手や、俳優、 アイドル、声優として知られている人物が歌唱しているのも特徴である。放送時の歌手や編曲による音源はレコード CD 化によって市販されずにレコード会社企画によるみんなの歌アルバム版で別の歌手によるカバー音源のみ製品化されている楽曲もある。歌手本人が出演した作品はなど、またブレーク前にこの番組で披露している歌手の例はなど、 近年では歌手からの持ち込み企画が殺到しており、年間で1000曲近い提案があるという。きっかけは2002年に放送の大きなこと系、歌、平井兼で大ヒットにつながったことから、その宣伝効果に目がつけられ、それ以降歌手側からの提案件数が急増した。背景には、テレビの歌番組が減る中で歌手にとっては貴重な作品発表の場となっていることがある。 番組制作者側の意図でタイアップを組ませたり、放送局のテーマや作品アーティスト、作詞、作曲、歌手、映像作者を指定させて制作させ、話題性のある作品を世に送り出すことも意識して性が行われている。一方、作り手の思いが強すぎる鑑賞向きの作品が増えていた反省から、最近は番組の原点に立ち返り、 子供が歌いやすい曲を意識して制作されているという番組の構成は非常にシンプルであるテレビ放送の場合オープニングジングルとみんなの歌ですのナレーションが10秒前後流れた後に曲のタイトル表示とナレーターによる読み上げがされ楽曲が放送される2曲目がある場合はタイトル表示から繰り返し最後にエンドキャッチ残り時間弱によっては エンディングジングルガルが流れて番組は終わる。2006年10月より以下の点が変更された。再放送する際は曲冒頭のタイトル画面は新しく作ったものに差し替えられる。ただし、後日のみんなの歌リクエストや一部の再放送においては当時の素材そのままで放送するケースもある。なお、タイトル表示が作品映像内に組み込まれているケースがあり。 この場合はナレーションが省略されている。2007年4月よりナレーターは、井上あずみが担当している。以前の放送は、NHK の女性アナウンサーが交代で、担当していた。ラジオ放送では、みんなの歌、の時間ですのナレーション、ジングルなし。X 曲目は、XXX、作詞者名作詞、XXX、作曲者名作曲、XXX、 楽曲名、歌は、XXX、歌唱者さんです。2曲目以降繰り返し楽曲放送、みんなの歌を終わります。楽曲の収録時間によっては省略の場合もある。というパターンである。ただし、2000年度から2017年度は、作詞、作曲者の読み上げはなかった。時間の都合で、テレビ放送版の途中で、フェードアウトされたこともある。 2010年4月2日に2004年に NHK エンタープライズが企画し UCAN が通信販売した D D DVD、DVD ボックスソフトに収録されているコンピューターおばあちゃんのコンピュータの画面にはめ込み合成で様々な万物の写真、静止画が高速スライドで映し出される一シーンに西洋人女性の尻や胸、下着姿の写真のコマがサブリミナル効果のように 100.1秒ずつ映っていることが外部の指摘により28年経過した時点になって判明したため映像を修正した DVD ソフトへ交換すると発表。この映像素材は1981年12月の初放送以降近年まで再放送されてきた。当時の制作スタッフの好奇心によって挿入されたものと釈明している。修正後、 該当するスライドのシーンは、幾何学的模様風の静止画に差し替えられている。総合テレビの番組、お元気ですか日本列島では2005年10月に、みんなの歌リクエストコーナーを毎週金曜日に設け、視聴者から過去に放送された曲のリクエストを募集していた。曲の放送に先立ち視聴者から寄せられたメッセージを読み上げるほか、曲にまつわるエピソードを紹介していた。 曲のタイトル画面は放送当時のものがそのまま流された一部例外あり2008年度からはもう一度みんなの歌に解消されたが放送頻度が不定期となっているなお同番組の開始当初から2005年度頃までは平日夕方の放送枠が同番組に内報15時25分頃放送開始されており同番組に出演している梅津真さき 当時 NHK アナウンサーによる、これて褒め言葉、が2006年に放送された。2006年4月、BS ハイビジョンにて月曜から土曜の朝8時55分に、みんなの歌セレクションが放送された。これは1998年以降に制作されたハイビジョン作品に限定して再放送するものであった。2006年8月から9月には、 みんなの歌た45周年記念特集番組として、懐かしのみんなの歌を BS2 で放送。1961年から1971年までの曲が放送された。など。2008年10月からは NHK 盛岡放送局が同局の放送70周年を記念して、岩手みんなの歌を岩手県内ローカルで放送開始。地域に根ざした。 オリジナルソングを放送している。2000年度、2006年度、2007年度、2010年度、2011年度、2014年度、スタジオパークから、こんにちは、出演者。1969年度、4月5月号から日本、放送出版協会より、NHK テキストとして発行開始。放送期間に合わせて隅月刊行されており、 放送楽曲のピアノ譜面、歌手と放送時間が掲載されている。1980年代末からは、関東のカラーページに目次と合わせて、アーティスト、歌手の写真と、特定の楽曲にまつわる作詞、作曲家、映像制作者、歌手のいずれかを取り上げる、グラビア記事、中盤に、楽曲の制作までの経緯を綴った記事が掲載されるようになった。また、 1992年度より、ハミングと称する読者からの楽曲にまつわるエピソードを募るお便りコーナーが設けられた。なお、1994年度までは、関東各楽曲の歌詞ページに作詞か、作曲かどちらかによる楽曲への思い入れをコメントしたコラムが存在した。2012年度後半から始まった、みんなの歌リクエスト放送局は、曲名と放送日のみ掲載。 楽譜と歌詞は掲載されない。なお2016年10月2017年度2018年8月から表紙に再放送局がなくなり2017年度からはラジオのみの再放送局は歌詞だけ掲載し楽譜は掲載されないことに変更された。なおインターネット上にある楽譜販売サイトにはラジオのみの再放送局の楽譜も販売しており そこから入手することが可能である。裏表紙などに広告欄があり、レコード会社による番組で放送される楽曲のオリジナル音源の CD や、それとは無関係であるものの、番組のコンビレーションアルバムなどの告知、音楽学校、武蔵野音楽学園など、楽器メーカー、2013年時点では、鈴木楽器製作所、従来は河合楽器製作所のボストンピアノ、 ヤマハの鍵盤楽器、自社、日本放送出版協会の書籍紹介、家電メーカー、日本ビクターが出向している。巻末には、編集部による NHK 番組の主題歌、サウンドトラックの CD を紹介するコーナーがある。実際には放送開始月の前月18日頃に発売されるため、ごく最近になって、番組公式サイトであらかじめ次の、スミズ月。 放送内容を紹介されるようになるまでは、先行で次月放送内容を把握することができる、公な唯一の情報源であった。また、書店では、語学番組の NHK テキストと異なり、他の教養番組テキストと同等に入荷数を少数にしている傾向が高く、品切れになっても追加発注を行わない場合が差は、国会図書館では、 1990年度から1996年6.7月号までと2002年6月7月号から最新刊までが納本、所蔵されている。1996年8.9月から2002年4.5月号の間は理由は不明であるが結婚であり、この期間の資料は閲覧ができない。NHKNHK エンタプライズの協力、監修内は 半券借り受けのもと NHK みんなの歌タイトルのコンピレーション版が複数のレコード会社によって企画制作、発売されている。収録曲は番組で放送された作品であるが、歌い手が他のレコード会社と専属契約をしている場合などは、放送で使用されたオリジナル版の使用に際して、費用、原版利用に関わるライセンス料などが発生するため、 レコード会社側で独自に編曲、演奏させた別の歌手によるカバー版が収録されることが多い。この場合は放送で使用された1コーラスの未収録となる楽曲がある。CD ショップでは J-POP のコンピレーション、オムニバスアルバムではなく、子供向け音楽、キッズなどと称するジャンルに分類され、同様やお母さんと一緒などの幼児向け旅番組の サウンドトラックと合わせて陳列されていることが多い。J-POP アーティストとして活動していない歌い手によるシングル CD、いわゆる企画版についても同様に扱われることが多い。2011年4月27日に日本コロンビア、キングレコードヒヒレイクオレズ、ビクターエンタテインメントソニーミュージックダイレクト、ポニーキャニオンの5社共同企画として、 NHK みんなの歌50アニバーサリーが各社から2枚組で発売された。このシリーズには今まで CD アルバム、下記に収録されてこなかった多数の楽曲が収録されている。放送時間は2018年12月現在のもの楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。